こんにちは、マシャギです。今回はソニアローグです。火薬で2枚、四角カーの人差し2枚、段取り2枚、お宝掘り出しキット2枚、ツルツルタール2枚、ブレイクダンス2枚、ホールドアップ2枚、耳つぶし1枚、ジョーダマイの精度2枚、ナイフの飴2枚、軽量ツラーシ2枚、ミクソロジスト1枚、エルフの銀遊学人1枚、ビーカーストンパー1枚、ソニアウォーターダンサー1枚、怪しい商品2枚、正直商人グリフター1枚、砂箱のアクト2枚。ということで、これは、ブリズコンジャンさんかな。今月レジェンド上位に到達したというソニアローグです。で、出来の特徴はその通り、ソニアウォーターダンサー、中心のローグで、ライピンチパイレーツパラダイスのカードはもう使ったことあるね。この正直商人グリフターアミュレットが1コスなんで、もう6ダメージを与えるを拾ってソニアと両溜りの生徒を組み合わせて6点ダメージ何回も出してリーサルを狙うという動きができるようになってます。であとはミクソロジストなんかも入っていて、一応これのポーションも使い回せるね。このデッキ割と今レジェンド上位報告多いみたいなので試してみたいと思います。それではプレイの方をどうぞ。はい、デスナイト。これは氷のように冷たい。戦い続けよう。栄光のために。帰るか。ズレハシオッケー。ああ、いいね。ソニア。ソニアもう来たか。お？アイランダー。グリフターも来た。グリフター6点来なかったら、火薬しちゃってもいいか。ナイフ。こっちかな。いやー、全体2点。いやー、3ダメージ、生きたか。いか、そこで。コロニ。ゴルゴン。あー、じゃあ、取っとくか。ブレイクダウン。あ、引けた。じゃあ、いっか。ヘビ。得点。あ、来ない、ゴールが。来ると思ってたんだけど。そしたらどうしようね。あー、ちょうどいいか。海賊らしくねえ。モードアップ ETC 合っている。ほい、吸血鬼の血。え、なんとも言えんな。どのくらい息を止めてる。これでこそお宝よ。押しとく。両だまり。これもいっか。オッケー。ドブ。ああ。返してください。もう大丈夫かな、でも。43点出ないか。どのくらい息を止めてる。海を見つけたよ。で、こう。ちょっと足りんか。ね。エコーか。7マナになんとかなるだな。お。ああ、回復。25点は出るな。さすがに。どのくらい息を止めて。国を見つけたよ。国を見つけてますから。
で、これで OK。 いいね。ミニオン除去しながらターンまたぎでリリースある。そう考えると全体にでも悪くないんか。そうだな。よし、入るなら、ドルイドか。森がじっくり焼いてやる。ナイフ、いっか。あ、いいね。ブラシ行きすぎちゃうか。電気、あ、そういうの、そういうのか。トレントドルだ。肝臓、武器はまだ持っとく。影隠れ、グリフター出しやすいか。全体2点パターンもあるな、自然の方よね。いやー、どうしようか。ツルツルは取っといた方がいいかな。ナイフ、マジか。なんか出た。おお、バフは来るわな。とりあえずいいんだけど。いやー、カードを3枚引くか。お、いやー、これも出すしかないか。6点、 OK。 カード3枚引く。次、うーん、まだ状況与えられるな。いや、でもドローしたいな。もう一個変えるぞ。シュバシュバロ。あ、これでいっか。ナイフ、まあいいね。まあそうなんだよな。ブレイクダウン、3ダメージ、全体2点。まあこれでいっかあれじゃん。はい、ドラムサークルまだどっちが本命。どっちが本命だね。どのくらい息を止めてる。コイン、影が来る。で、勝ち。はい、まあ、これはまあそんな危なげなかったが大丈夫だった。 OK。 よし、展開もうちょい早かった、やばかったが。いや、全体引け、2点引けなかった、やばかった。もしや、お、揺れる。ハンドバフかな。いや、あんまり時間に余裕はなさそうだ。全外、ドローはできない。ソンパーは交換、段取りか、先に取り、段取り段取り
段取り段取り。コイングリフター段取りブレイクダンス。フリードローでいっか。段取りスリードローはいらんか、さすがに。お、2枚破棄。アイランダーっぽいね。ソニア来た。ちょうどいっか。ホロリン。とりあえずいい。アミトス。あー、アースン。アースンですか。とりあえず見るか。新商品何も使わんでいいかな。いいよね。純度 100% ああいやちょっとまずいか。どのくらい息を止めてる。これでこそお宝よ。でこう、お、6ダメ OK。 これでいいのか。早く、まあいっか。手札がもういっぱいよ。死ぬんかな。万人の力、ああ全然大丈夫かな。じゃあリサルだ。はい。え、武器が壊されるたびたびランダムなデモハン。レイクダンスか。リサだよね。余裕だよね。オッケー。はい。まあ割と余裕あったか。いいね。ソニア弾けるだけでなんかいろいろわちゃわちゃできるから楽しい。単純に。はい、ということでソニアローグでした。ひとまずソニア使ってグリフターのアミュレットでリーサルって動きできたんでよかったと思います。で、戦績はこんな感じ。優勝6敗でした。ただこれ3敗ぐらいコンボ途中時間切れで負けてしまいました。要練習かな。はい。それではご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンお願いします。